技能実習というのは問題が大きい制度だと思っております。私が法務副大臣だった時の副大臣 PT をベースに特定技能という新しい制度を作りました。なるべくそういう方向へ、速やかに移っていく必要があるというふうに思っております。